皆さんこんにちは。今回は2022年12月31日のプレミアリーグアーセナル対ブライトンでの三笘薫と冨安健洋について、三笘薫が2戦連続ゴールとなったエバートン対ブライトン戦について紹介します。ブライトンは現地時間2022年12月31日のプレミアリーグ第18節でアーセナルと対戦し2対4で敗れました。日本代表ミッドフィルター三笘薫は先発出場し、反撃ののろしを上げるゴールを記録しました。終了間際にもネットを揺らしましたが、オフサイドで取り消しとなりました。しかしイギリスメディアはブライトンの逆襲を阻止する VAR のゴール取り消しにファンは激怒と見出しを打ち、ジャッジが物議を醸していると取り上げています。首位アーセナルを相手に前半2分に先制点を許すと、39分、後半2分と立て続けに失点し、早い段階で0対3と大差をつけられる展開に。後半15分に日本代表ディフェンダー冨安健洋が途中投入され、日本人同士のマッチアップが実現すると、直後の同20分、ハーフウェイライン付近で冨安健洋からボールを奪ってカウンターの起点となると、最後はペナルティーエリア内に走り込んで三笘薫がゴールを決め、1点を返しました。2対4で迎えた後半44分、スローインの局面でブライトンフォワードエヴァン・ファーガソン、トラップミスのボールを回収した三笘薫がゴール右隅に流し込んでネットを揺らしました。しかしビデオアシスタントレフェリーの確認の結果、三笘薫の戻りオフサイドを取られ、ゴールは取り消しとなりました。三笘薫のオフサイドが取られた場面、ファーガソンのタッチミスでボールが後方に移動したように見えたにもかかわらず、三笘薫のオフサイドが取られたとして波紋を呼んでいるようです。イギリスメディアの記事では、ボールは前方に働きかけたプレーだったか、混乱しているのは私だけか、ボールは後ろに動いたからオフサイドはありえないというファンの声を紹介しつつ、私はアーセナルサポーターである、 VAR も信用している、あの3点目を覆すのは理解ができないと対戦相手からも疑問の声が上がっていた様子でした。たとえマイナス方向に蹴ったボールでも、対戦相手の最終ラインよりも前にいた選手が意図として受けるために後方に戻ってきた場合、戻りオフサイドを取られることになる。そのため今回のケースで言えば、ファーガソンが意図したパスではなくトラップミスで、その意図を汲んで三笘薫が後方に戻ったわけではないことが、VAR の判定に様々な意見が噴出しているようです。そんな三笘薫ですが、チームは2対4で敗れましたが、三笘薫はプレイヤーオブザマッチに選ばれ、ファンからはその活躍を称える声が上がっていました。プレイヤーオブザマッチを伝えたブライトン公式ツイッターには、我々が契約した中で最高の選手の一人、ブライトンのような小さなクラブにとってとてつもない補強、なんてパフォーマンスだとファンから三笘薫を称えるコメントが寄せられていました。三笘薫は11月9日のリーグカップ3回戦に続いて、アーセナルから連続ゴール、カタールワールドカップでも活躍を見せた25歳は、本拠地ファルマースタジアムで誰よりも偉大な存在感を放っていました。地元メディアサセックスライブの選手採点で、三笘薫は10点満点中チーム内最高の8の高評価を獲得。また90ミニッツ同様に三笘薫がチーム最高の8をつけて、スペースを活用しダイレクトな走りで打開、申し分のないフィニッシュでカモメを復活させた、2番目のゴールはオフサイドと希望の明かりをもたらした象徴に挙げました。一方、アーセナルの日本代表ディフェンダー冨安健洋は60分にベン・ホワイトと代わって投入され、勝利に貢献、日本人ファン待望の三笘薫とのマッチアップも実現しました。アーセナルは首位をキープし、引き分けた2位マンチェスターシティと7ポイント差に広げました。そんな冨安健洋の試合を中継したアベマ公式 YouTube チャンネルで冨安健洋のダイジェスト映像を公開し、背後のスペースを狙ってくるブライトンの攻撃に素早く反応してピンチを防いでおり、ファンからは予測が半端ない、クリアボールをつなげる能力高すぎる、つなげるクリア本当にうまいといった声が寄せられていました。しかし三笘薫とマッチアップするのは
ゴールを献上するなど苦戦を強いられたのも事実。地元メディアフットボールロンドンでは6という採点となり、やや手厳しい評価でした。出場後、ホワイトほど効果的ではなかった。ブライトンの最初のゴールではポジションを外れていた。時折1対1の守備をする場面もあったが、まともだったと綴られていました。またイギリス紙デイリーメールでは6、スカイスポーツでは7と9大点の採点となっています。三笘薫、冨安健洋の両者ともにインパクトを残した試合でした。さらに続くプレミアリーグ第19節にエバートン対ブライトンが行われ、14分に三笘薫が2試合連続となる今季3点目をマークすると、後半にさらに得点を重ねたブライトンがアウェーで1対4の圧勝。日本代表三笘薫が3戦連続で先発に名を連ねた試合は、ブライトンが好パフォーマンスを見せ続けました。序盤こそホームのエバートンがハイプレスでペースを握ろうと仕掛けてきました。その展開を打ち破ったのがまさに三笘薫でした。左サイドでパスを受けた三笘薫はファーストタッチで相手をかわしながらボックス内に侵入、ツータッチ目でさらに中へと持ち運んで、ゴールキーパーの動きを見ながら冷静にフィニッシュ。三笘薫らしいボールタッチとドリブルを生かして今季初の2試合連続ゴールを奪ってみせた。この活躍に現地でも称賛の声が集まる中、サセックスワールドはブライトンの各選手を採点。三笘薫は10点満点中9とチーム単独トップの評価を獲得。今回の試合で各メディアからは、なんて選手なんだ、またしても最高のパフォーマンス、エバートンの若きサイドバックパターソンを翻弄していた。ダイレクトランから冷静なフィニッシュで先制ゴールを奪っている。惜しいシュートを外してしまったシーンもあったが、再びブライトンで最も輝きを放った。またスカイスポーツも2点目を奪った18歳のエヴァン・ファーガソンと並び8と最高タイの評価を下している。またこれまでの試合で三笘薫の驚くべきところはウイングとして驚異の得点率。三笘薫はエバートン戦のゴールで今季の得点数を3に伸ばしました。第19節終了時点で3得点であるため、一見するとそこまで特筆すべき数字ではないように思えます。しかし三笘薫がブライトンでスタメンを勝ち取ったのは第14節のチェルシー戦からである。それまではベンチスタートで、後半に10分から15分程度出場する程度でした。出場時間で言えば三笘薫はプレミアリーグ568分出場しています。このプレー時間で3得点ということは約2試合に1得点ペースということになります。ストライカーであっても2試合に1得点ペースであれば十分に結果を残していると言えます。しかし三笘薫はウイングのプレイヤーであり、このポジションの選手で2試合に1得点ペースの記録を残せる選手は少ないです。ちなみにアジア最高の選手であるソン・フンミンは1215分で3得点、モハメド・サラーは1509分で7得点、ブカヨ・サカは1449分で6得点、ラッシュフォードは1351分で7得点。さすがにリーグを代表するスコアラーのハーランドやハリー・ケインの得点率には遠く及ばないが、プレミアリーグを代表するようなアタッカーたちと遜色ない活躍を見せていると言えます。アーセナル戦、エバートン戦の連続ゴールで確実に三笘薫の存在はプレミアでも要注意選手として認知されたことでしょう。いかがでしたか。2022年12月31日のプレミアリーグのアーセナル対ブライトンでの三笘薫と冨安健洋について、三笘薫が2戦連続ゴールとなったエバートン対ブライトン戦についてまとめてみました。今回の試合で暫定で8位に浮上したブライトンは7日に FA カップ3回戦でミドルスブラと対戦し、14日にリーグ20節でリバプールと対戦します。マークが厳しくなる今後の試合でも結果を残し続けられるのでしょうか。好調をキープする三笘薫のさらなる活躍に注目していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは。